待ってたぜ、この時をよう、ということで、どうも皆さん、こんにちは、みざでーす。ういうい。サウンド設定の低音質がなくなったことによって、ボイスゲージがね、こんなになった。設定しやすくなってるね。グラブルのメンテナンスが明けました。今回のメンテナンスって、まあ、大体7時とかが多かったよね。グラブルのメンテ7時明けとか、まあ、そういう時間が多かったんだけど、今日は10時明けということで、結構がっつりメンテナンスをされてたような印象です。ちょっとじゃあ、予定表を見ていきましょうか。メンテナンスのアップデート見ていきます。7月12日から1時から9時まで、グランブルーファンタジー運営事務局はメンテナンスを終了し、メンテナンスをしておりまして、それが終了いたしましたと。うん。まず一つ目が、星の旅人編、いつかの残響として、165章から172章を追加いたしました。襲い来る隔離用の軍勢を退け、一行はついに巨大なおぞましき謎の存在がそびえ立つエダン島に降り立った。そこで一行が目にしたものとは。で、ここで新しくマルチバトルが追加されると。うん。で、このマルチバトルは、あれだね。ディフェンドオーダーの、ディフェンドオーダーの、武器がドロップするみたいな。どこだっけ？ここら辺か？あ、いますね。ドロップアイテムはもうすでに見えるね。マグマストリーム。え？ギレンチユ。変なの持ってきたな。ギレンチユですか。で、風が？渾身ブロー。ブローですか？虚偽と詐術の昨今に。ブローカー強いのかなぁ。へぇ。変なの持ってきましたね。はい。ということで、二つの武器が来てるみたいです。で、こちらの方が、あ、書いてありますね。ランク120以上だったら、救援出せますよと。うん。で、これ SR 武器だね。この二つは SR 武器なので、とりあえず置いときましょう。次、極地の証の強化対象ジョブを追加いたしました。今回のアップデートでは以下のジョブが強化の対象となります。スパルタレスラー、ソルジャー、トーメンター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 。ちょっと見ましょうか。スパルタレスラー、ソルジャー、トーメンター。スパルタ、スパルタからいきます。スパルタ、ちょ、見せてみ、見せてみ。極地の証、連動を貯める。何注ごうかな。よいしょ。Let's go。あ、芋がなくなるわ、俺、ついに。で、ダメ上限 12%。あ、レスラーちょっと気になってんだよな。テルモピュライ、ホプリテス、モロンラペ。テルモピュライがターゲットに関わらず5回持続性ダメージ。自分にバリア、弱体1つ回復。瀕死状態の場合、短種。え？強くない？瀕死状態の場合、短種粒子の発動。自分が瀕死になる方法を考えなきゃいけないけど、結構強そうだな。ダメージプラス、バリアプラス、クリアか。回復がないっていうのがいいね。最初から瀕死状態になったら、一生これ発動し続けるわけでしょ。回復がないのは素晴らしい。ホプリテス、味方全体にストレングス効果、連撃アップ、ダメージ上限アップ。強くね？パーティーの得意、剣やキャラの数に応じて効果時間が延長。延長しなくてもいいから、もう短期で大ダメージ出したい時とか強そうだね。ダメージ上限アップ。モロンラペ、味方全体の HP を犠牲にして持続性追撃効果。逆境。え、なんかさ、これ強く、で、これ強いな。なんかワンターン編成。だから、虚偽と詐術週末メインで持つ場合においては、結構これ可能性あるかもね。剣槍でしょ？得意武器としては。うん。剣槍で、週末武器メインで持つ場合、全体のこう、ダメ上限も上げられて、余ダメも上げられて、ね、追撃もつけられるって考えると、なんか虚偽と詐術状態の時、バカ強そうな性能してるなーって思ったわ。はい、スパルタね。で、次、レスラー。レスラーはやっぱ次の古戦場とかでも使うんじゃねーって言われてて、少し気になってる人が多そうな感じだな。うん。ちょっと見てみよう。これで極地の証。まず、ここの連動でダメ上限が上がるのかどうかっていうのもちょっと気にしておきたいね。あ！ん？奥義ダメ 7%。 はいはいはい。チェンバダメ上限。うわー、やっぱ絞られてんな。通常ダメ上限とか、火力が上がる系じゃなくて、なんか奥義ダメ、通常上限とか通常余ダメとかね、上がってくれるとよかったんだけど、奥義ダメ上限だわ。これちょっと嬉しくないね。タッグチーム。自分の次に配置されたキャラをタッグが組む。タッグは？毎ターン奥義ゲージ上昇。ターン終了時奥義性のアップ累積。ターンごとに、ん？ 5 ターンごとに奥義即時発動可能。奥義が追加で発動。結構高難易度用になってる気がするな。自分の TA 率アップ。TA 時にエキサイトマッチレベルが1上昇。
短修了時レベルが7の時レベルをリセット、自分のダメ浴び即時使用可能、攻撃大幅アップ。ヒールタイム、ヒールに転向する、様々な効果が自動発動、奥義 100% 時奥義温存していても発動。バトル開始時自動発動、アビリティ再修復か。はぁー、奥義 100% 時だから、これあれでしょ、ボーマンみたいになるって話でしょ。ダメージを受けた際に相手を攻撃する、通常攻撃後に敵に3回持続性ダメージ、ほぼダウン。え、本当にボーマンじゃん。奥義発動時敵に持続性ダメージ、これ強くない？アビ封印。敵が特殊技使用時2回持続性ダメ、激毒上昇。これ強いな。ヒールタイムは？え？やばくない？え？だってさ、何もしなくても発動するんでしょ？バトル開始自動発動するんでしょ？ツープラが打てなくなるんだ。ツープラが打てないけど、主人公の、ゼロポチ編成とかだったら単純にこれ火力が上がるから、強そうですけどね。へー、レスラー。で、まあ、これもありだね。で、ソルジャー、トーメンターか。ソルジャーも気になってる。ソルジャーのアビリティはマジで気になるところですね。何使おうかな。ディアスポラとか、スポーラいつもありがとう。スポーラいつもありがとう。105個。あ、こっち通常攻撃ダメ上限じゃん。これはでかいぞ。通常ダメ上限はマジで熱い。全体活性クリ率ダメ上限。イモータルコマンド。不死身、敵対心大幅アップ。短所より自分が瀕死状態の時再攻撃。はぁ。効果中残弾がなくなった時、リロードを完了する。これ面白いんじゃない？フルファイアと組み合わせたら、このアムニッションベルトは面白そうだけどね。フルファイア、アムニッションベルト、フルファイア、タンタンタンみたいな。動き方できそうなんで、再行動と相性がいいんじゃない？ソルジャーってさ、再行動するとなんか、チャキチャキしたり、奥義打たなきゃいけなくなったりしてたんだけど、アムニッションベルトプラス再行動は、6回攻撃ができつつも、みたいな動き方ができるから、これはなんか、ありですね。アムニッションベルトが一番強そうに見えるかな。これ使って、ちょっと2ターン、3ターンとか、あの編成、フレスベルグの編成とかだったら、これ強そう。ソルジャーは、結構、なんか思った強化ではないけど、普通に極地で、通常上限上がったの嬉しいし、まあ、これもらえたのは、俺は熱いかなって思ったな。で、トーメンターは、どうなるんでしょうね。なんか強くなりそうだけど、別に強くなんなくても問題ないですよ、みたいな。どうしても素材使っちゃうからね。どうなんだろうって感じですけど。ダメ上限 12% 上がるね。はいはいはい。モータルベノム、全体持続性ダメージ、激毒上昇、攻防ダウン累積、執行レベル5以上の時通常攻撃後発動、7以上の時2回発動。結構強そうだな、これ。高難易度用に、ありだね。サウザンドスライス、全体に、コクリ効果かな、コクリ効果、命中ダウン、コクリは受けダメージ上昇。CT8。モータルベノムは、これ、デバフ扱いでもいけるからいいね。攻防ダウン累積で2個で、激毒で3個。通常攻撃で、3個、デバフ3個付与できるし、レベル7以上の時は2回発動なので、デバフが、6個、攻撃、通常攻撃時発動するっていうのはデカそうかな。で、さらにモータルベノム自体を使用したら9個とかになるし、再行動を付与したらもっともっと発動するしって考えると、弱体の個数も稼げるっていうのはトーメンターの魅力だな。エクセキュートプロ、装備した秘技を消費せず使用する。秘技使用時執行レベル1上昇、バトル中に使用できる回数は減少する。モータルベノムがいっちゃんトーメンター的にはありなのかな。高難易度のデバフ解除要因って意味でも強そうだな。はい。ということで4個出たね。あ、個人的には、スパルタが強そうに見えたな。スパルタがマジで強そうだったけど、いやなんか全体的に面白そうだね。レスラーがボーマン化するっていうのは、めちゃくちゃおもろい性能してるなと思ったんで、まぁ、ちょっとこのあたりも、深く掘り下げていきたいですね。はい。で、メインクエスキップ機能に新たな章が追加されました。115から132章。で、サウンド設定低音質が削除されました。
ゲーム調整、リストの所持数上限、倉庫一つの所持数上限を引き上げました。あ、これ嬉しいね。これちょっと、モバコインで、包丁石で交換できるんだっけ？これ、所持数拡張増えてるんで、ちょっとまず早速行きましょう。ありがとうございます。いただいていきます。これでリストの数が900になるんだ。嬉しいね。いやもう、リストがね、500から700になった時に、うわ、これはなくならんわーって思ったけど、新しい武器とか EX スキルとかが増えたことによって、まあ、武器リストがね、結構きつくなったんで、900個になったの嬉しいな。倉庫一つの所持数上限が、300から400になりました。うん、いいね。リストの所持数上限引き上げに伴い、ショップに武器の所持数拡張10、召喚石の所持数拡張10の在庫を各20個追加いたしました。うん。メインクエスト第164章のエピソード3においてクエスト開始条件を調整いたしました。キャラクターペンギン SS ラインにおいて、ブブブブブブ。はい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 。うん。って感じかな。うん。やっぱ極地の証がいっちゃんでかいな。これなんかもう少し深く掘り下げていきたいなと思いつつも、新マルチバトルのね、新武器が出てたんで、こちらの方も掘り進めていきたいなと思います。はい。皆さんもちょっと注目してるジョブの、性能とかあったら、ぜひともコメント欄で教えてください。ほら、またお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。